アリナちゃんです。アリナ事務所のようこそ、それから皆さんのリクエストありがとうございます。じゃあ、まだ、汚いな。バンドとも、趣味か。曲は Lovers。まあ、でも一つの曲を聴いてました。実は、ただ、昨日見終わったあのアニメは、男に恋は難しい。それから、このアニメのオープニングは、確かにスミカフィクションだった。まあ、本当にいい感じの曲だった。いいオープニングだったもん。なんか、踊りもあった。だから、ぜひぜひ、このリクエスト、一緒にチェックしてましょう。3日、GO!Lovers.ナイス。実はそれ、ただ、二つ目の曲、スミカから聴いてるんですけど、多分、このバンドの曲は、全部そんな、なんか、ハッピーな気持ちだよね。なんか、そんな感じ、そう思う。本当に。ね、へえ、本当にいいの曲。ねえ、ずっと。すごくいい。ああ。
残念だね。The end. いい、本当にいいな、今日こう。ありがとうございます。リクエストでした。多分、なんか、このバンドからもっと曲をチェックしなきゃだよね。じゃあ皆さんごまとまってますと思いますか？このバンドのこと、この曲のことを、まあ、もしかして、まあ、前に言ったのにも、オタクには、オタクに恋は難しい。もしかしてみました。すごくおすすめ。すごく面白い。なんか、楽しいアニメ。実は、ちょっと、自分のことみたい。まあ私は、ゲームとかじゃないでも、まあ確かにアニメ、すごく好き。だから本当にすごくいい。でもなんか、もしかして日本で、なんか、オタクって、なんか、みんな、人、隠してるなこと？なぜ？すごい。まあ、とにかく、コメント待ってます。テレシカスタも待ってます。アリノちゃんでした。このリアクションでよかったら、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。それから、ツイッターとインスタグラムフォローしてください。バイバイ。